びっくりすると思いますけどね、39年ですね、今年39年になります。大体ね、あの年取ると新しいことを挑戦すると嫌がりますからね。アクションなんです。あのアクションってね、本当に今までアクションってね難しいからやらなかったですけど、まあね、年いった人でもね、60代の人はいますよ。時々60代ぐらいなら若いですから。だけど私の年代近い人ってね、本当にね会ったことないです。これはね GTA5、 これはね本当にね楽しいですよ。これそういうことでね、あの始めたらね、もう止まらなくなっちゃう。まあ、あのキャラクターがね、すっごいあの映画見てるっていう、洋画ね、洋画見てるようなんですよ。だからこれはね、なんか私にとってね一番いいなって自分自身がね感じてるんですけど、皆さんどう思うかわからないけど、どうしてやるのって言われるけどね、これはね絵が綺麗ですよ。本当にね、ヨガそのものね、私だからこれ大好きですけどね。ソフトもね、もう数え切れないほどあるんですよ。そこにね、聞かれるから今撮ってありますけどね、いっぱい。名前覚えてないんでしょ。覚えてないですよね、まあ、古いから。ほら、そういうなんだかね。それからあのスーパーマリオなんかね、これなんかも古いの、もこんなの懐かしいと思うけどね。これはね、もう子供がね、みんな子供、小さい子たちがものすごくね来てね、あの楽しんでやってるんですよ。その子できなかったから、私それ見ててね、うわ楽しそうだなと思って、これこの子供だけにやらせちゃもったいないと思ってね。で自分もね、その時こう触ってただけ、もう本当にうまくなかったですけどね、そういうのがきっかけね、子供見てて、あらこれ面白そうだ、人生これで やれたら、今話したことですけど、やっぱりやってる時はね楽しいけどね、失敗したりするとでも難しくてね、大変です。それだけね難しいって言ったらね、まあしょっちゅう失敗するからね。もうだからね、もううまく最初から終わりまですんなりと調子がいいと終わるんですけど、それがね死んじゃったりね、はっきり言うと。そうした時にね、あこれダメだと思うとね、もう本当に悩んじゃうんですよ。もうそれが悩みの種ね。長いんですよ、7時間か8時間ね。前はもう持って時間でね、しまうようにしてます、うん、やっぱりね。同じ年代の人は無理ですね。もしね、まあ、世の中白いからいるかも、世界中し、ね、聞けばいるかもしれないですよ、一人や二人はね、うまくやる人がね。だけどちょっとねいないですね、残念だけど。だけどですね、今になって、はあ、これやってればもう人生楽しいななんて思って、これだと思ってね、って、いろんなこと考えないで済むから。だからね、もうこの年まで生きててよかったな、こんな、これ覚えてよかったなんて今になってね、もう本当に人生楽しんでます。もう人生がだからみんなに言うんですけども、バラ色だって。これでね、やったらね、みんな年よりもやると楽しくてね、いいだろうなと思ってますよね、今でも。だから、そのところですね、始め、きっかけの始めって。